皆さんこんにちは。塗装だけしてサクッと仕上げようと思った BB 戦士のネオジオングですが、結局合わせ目処理だったり、合わせ目処理のためにパーツをカットしたりと結構手をかけてしまいました。まあ、そこそこ手もかけたので、せっかくなので塗装もちょっと頑張ってみようということで、グラデーション塗装に挑戦していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで今回は、グラデ塗装をしていこうと思いますので、まずは下地にサフを拭いていきます。塗り分け箇所が多いのと、まあ合わせ目処理なども結構したので、サフで塗面というか下地を均一にすることで、発色のばらつきを抑えるためにサフを拭いていきます。まあ、せっかくなんで合わせ目消したバックパックからサフを拭いて傷の状態などをチェックしてみようと思いますが、どうでしょうかね。割と綺麗に合わせ目も消えたかなと思いますが、どうでしょう。バーニアをつけるところは手抜きをしました。足先のパーツですが、なぜか面取り頑張ったのでヤスリ傷がひどいのでサフで消していきます。はい、綺麗にヤスリ傷も消えたかなと思います。まあ、こうして見ると面取りした意味もなんかあんまりないような気もしますが、まあ、気持ちの問題ですね。でこちらは、バックパックなんですが、パーツをカットして塗り分けしやすいようにしましたが、結局このバーニアのディテールをどうやって塗り分けるかちょっと難しいですね。ちょっと考え中です。サフが乾燥したので一部マスキングをしてシャドウを塗っていきます。でマスキングは、まあ、メカサフを生かすという感じですかね。なので丸モールドだったりメカディテールのところをちょっとマスキングしていこうと思います。こちらはエングレービングで塗り分けるパーツですね。なんか思ったより少ない感じですね。でこの部分はよく見ると合わせ目が消えてなかったです。はい、で今度はシャドウを入れていきますが、影になりそうな部分だったり、ディテールの境目だったりとかを狙って、細拭きでシャドウを拭いていきますが、まあ、適当ですね。はみ出ても気にせずどん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 、影になりそうな部分を狙って塗装していきます。まあ、焦らずね、のんびりやっていくのがいいのかなと思いますね。まあ、この時は気づかなかったんですけど、もうちょっとしっかりめにシャドウを入れといてもよかったかなという仕上がりに後々はなっていくかなと思います。はい、これで頭部のシャドウが完成ですね。よく見ると本当に適当な感じで塗装してます。まあ、バインダーのパーツも一緒に塗ってみましょう。まあ、これも同じ要領ですね。影になりそうな部分だったりディテールになっている部分を狙ってシャドウを入れていきます。話は変わるんですが、パーツですね、よく行方不明になるんですが、皆さんはなりませんか？私はこのパーツがなくなってしまって2時間ぐらい探しました。まあ無事発見できたので、赤色を塗装していくための下地ですねを塗っていきます。グレーに直接赤を塗ると発色が悪くなるので保管するような感じで、ブラウンで下地の色を入れていきます。全体にブラウンは塗るんですが、なるべくシャドウを消さないように塗ったつもりが結構消えてしまいましたね。
後からシャドウ入れてもよかったかなと思いますね。まあ、続いて肩のパーツなんかもちょっと塗ってみようと思います。まあ、もう少しシャドウを残す方法としては、先にブラウンを拭いてからシャドウを入れてもよかったのかもしれないですね。はい、次はハイライトを拭こうと思って、このアルティメットホワイトでハイライトを入れていくんですが、ちょっと希釈が弱かったのか、粒を拭くような感じでなかなか上手にエアブラシが塗料を拭いてくれなかったので、今一生懸命試し拭きしてたんですが、まあ、思い切って、まあ、諦めました。まあ、代わりにというか、ちょっと明るい感じというか、明度を上げるために、今度はオレンジでハイライトを拭くことにしてみました。まあ、完全な思いつきなので、どうなるか分からずにちょっと塗ってるんですが、まあ、物は試しですね。まあ、ブラウンにオレンジを拭いたので、あまり変わらないので、ちょっと肩パーツに塗装して左右の違いを見てみようと思います。まあ、こちらは一応ハイライトなので、本当に明るく、一番明るくしたいところを狙って拭いていますね。まあ、グラデーションとしては結構綺麗なグラデーションにはなりましたね。ではちょっと左右比べてみると、まあ比べればさすがに違いますね。まあもちろん右がオレンジを拭いた状態、左がブラウンのみの状態ですね。これだけ明るさが違うんで、まあ赤を塗った時に綺麗に発色してくれるかなとは思うんですが、はい、ではしっかり乾燥させてメインの塗装、赤色ですね、拭いていこうと思いますね。ちょっと変わった塗料を使っていこうと思います。まあ、この塗料を単純に使いたかっただけですね。はい、綺麗な赤になってきておりますが、なんかグラで塗装しているつもりがもうベタ塗りみたいになっちゃいましたね。まあ、乾燥したらうっすらやっぱ影になる部分はシャドウが残ったかなと思うんですが、肩のパーツ結構気をつけて拭いたんで、なるべくグラデになったんですが、左右で若干色味が違うような気がして、それがちょっと気になるのと、ツヤがちょっとまだ弱いので、クリアカラーにクリアを混ぜてちょっと全体の色味を調整しようと思います。ここでついでにツヤも出しておきますね。まあ、クリアカラーだといって調子に乗って塗装しているとグラデが消えてしまうので、ほどほどにしておこうと思います。はい、結構綺麗な赤になりましたね。はい、乾燥させるとこんな感じですね。なんかよく見ると影が残ってるので、ちょっと重厚な赤になったかなと思います。はい、ここからは、グレーで塗り分ける部分のマスキングを剥がしていっております。はい、順番にグレーで塗り分けた部分のマスキングを剥がしていっております。今回はグラデ塗装ということで、塗装作業をしていきましたが、まあ、画面で見るとあんまりグラデ感がないんですが、まあ、肉眼で見るともうちょっと影の部分だったりモールドをまたぐ部分っていうのはグラデが残ったかなと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。次回はシナンジュの塗装を完成させていきますが、完成編はネオジオングと一緒にやっていこうと思いますので、まあ、エングレービングの塗り分けですね、この辺だったりを見ていただけたらなと思います。このチャンネルがいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。